へそは腹部の真ん中にある小さなへこみである。最体の取れた跡。胎児期に母親から栄養や酸素の供給を受けていた管の痕跡である。ほぞとも。へそという漢字はほぞとも読み、ほぞを噛むなどの漢用句に用いられる。解剖学では漢字を原則として音読みで読むため、さいと発音し、医学でもそのように発音することが普通である。 経絡学では、へその中も、経血の一つとみなされ、へそ中と書いて、最中と呼んでいるへそ、とは、腹部の真ん中の、小さなへこみのことである。人だけでなく、有体版哺乳類全般の腹部にあるが、人以外の魔獣類ではそれほど、顕著には見られない。最大の痕跡である。母体とつながっている状態での血管などを含む、紐状の器官を、生物学。 医学では、最大、日常語では、へその緒と呼ぶ。最大は出生後は、自然にあるいは人為的に切断されることで、胎盤などの肺膜の主要部からなる器官が切り離され、さらに体の側に残った部分も周囲が締め付けられて、血液循環がなくなり、えしして脱落する。この時の反根がへそである。この部分の皮膚の元は反根化した血管であり、 皮下脂肪や筋肉がないため、くぼんでいる。人では、腹部の皮下脂肪が発達するために、周囲から特にくぼんで見えるために目立つ。しかし、この部分の閉塞が遅れると、この部分の皮下に、腹圧によって、繰り返しへその内部に腸などが飛び出す、ヘルニア症状を起こすようになり、これを、ヘソヘルニアと呼ぶ。人間の皮膚で唯一汗を分泌しない部分である。 へその緒の構造そのものは、爬虫類における肺膜に由来する。爬虫類の卵では、肺が発達する過程で、肺の覆面から卵黄の羽が卵黄を収めてぶら下がり、尿の羽が排出物を蓄え、またその表面は卵殻の内側に広がって、そこに血管が広がり、ガス交換を行う。さらに、それらを包むように外側に小膜、内側に葉膜が形成され、 最終的に、肺の覆面の紐一本で外界と接触を持つ形になる。蝶類も、ほぼこの構造を引き継ぐ。哺乳類では、体性になったことによって、卵黄の尿のうが退化し、その代わりに尿のうの血管が小膜と融合して胎盤を形成する。したがって、哺乳類におけるへその音、相当な器官は、爬虫類と蝶類にも存在する。事実。 孵化直後の亀などを見れば、覆面中央にへそを確認することができる。へそは、溝が多いこともあり、赤が溜まりやすい。長期間放置して溜まった赤には一般に多くの細菌が繁殖しているが、それにより健康に害があるとは言えない。匂い等が気になる場合は、綿棒にオリーブオイル等をつけて手入れする方法が知られている。また、無理に除去しようとすると、皮下脂肪などが、 腹筋に比べ少なく、直接腹膜や腸を刺激して腹痛などにつながる場合もある。腹膜炎は消化器系の合併症として、細菌感染などである時に起こるもので、刺激された程度で起こるとは言えない。東南アジアや中近東では、古くからへそを露出する衣装があるが、西洋社会においては、1990年代後半に、 へそを露出するファッション、ローライズ、俗に言う、へそ出しルックが一部の女性のオシャレとして定着した。それと共に、へそピアスも若い女性の間ではさほど珍しいものではなくなった。また、へそを露出する、短い T シャツやブラウスを着ることで、へそあたりのタットゥーを露出させる人もいる。また、女子のバイローライズのジーンズではまず考えられないが、 パンティストッキング着用の場合に、へそが隠れるまでずり上げるか、また左右のずれを確認するときにへそを基準とする、女性が大半である。へそくりは、へそくりと書かれることがあるが、正しくは、総うあさぐりで、へその意味はない。そうはさはおだまきに同じ。そうはぐりについても、同を参照のこと。へそは、人体の中心その他。ありがとうございます。